はい、今回から始まりました企画、ダイソーの、100円商品のみで、兜を育ててみよう、卵から育ててみよう、どんどんパフパフということでね、今回、ダイソーにて全部100円商品で購入してき、ました。カブトムシの、商品なんですが、この、ね、まずは、ハイグレード昆虫マットクヌギ伝説というやつですね。これも、容量が 2.5 リッターの、100円ということでね、非常に安い。これを、2つ購入してきました。2袋ですね。2袋購入し、そしてさらに、昆虫マットと、じゃじゃじゃーんということで、ね、こちら、これもダイソン、高発酵、高栄養、プロテイン配合、昆虫マット、っていうね、こちらが、先ほどのマットよりも安くっていうか 3.2 リッター、多いのに同じ値段で108円。ことでね。お、これも2袋ですね。もう1袋。購入してきまして。そしてさらに、じゃ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 ーん。こちらです。ダイソーの保存容器。パン屋さんというね、ちょっと見づらいですかね。こちらパンを本来は、保存する容器なんですが、これも108円。容量がですね、こちら。パン、食パン 1.5 斤分ゆったり保存という書いてあって、容量が 4.2 リッター。ね。もっとでかいの一応あったんですけどね。108円の商品だったんですが、一番でかかったのが5リッターのね。これと似たようなやつだったんですけど。うん。5リッターのやつも売ってましたが、まあ、そんなでかすぎてもあれなんです。まあ、いっか、ということでね。こちらを、今回、二容器分ですね。二つ購入してきました。はい。まあ、こちらは、卵から、孵化するときの、まあ、飼育ケースに、ここに穴開けて、飼育ケースにしたいと思います。そして、その他もろもろですね。バケツ。108円のバケツ。と、バケツと、こちら、昆虫飼育用の小映えよけシートということでね。これをね、まあ、この容器の、蓋のところに挟んで、小映えの侵入を防ぐ。こちらを買ってきまして、そして、手袋ですね。普通の直に触ってしまうと、まあなんか、幼虫とかはね、触っちゃいけないらしいんでね。と、あとですね、こちら。土ふるいですね。園芸用の、細め土ふるいです。これは幼虫が糞とかをしたときに、糞だけ取り除くための容器と、ふるい器ですね。これで全部ではないな。もう一つ。はい。霧吹きですね。まあ、霧吹き。まあ、100円。これで全部で、いくら？11点ですね。11点購入し、まあね、1200円ぐらいか。うん。で、購入いたしました。ということでね、とりあえずですね、この、飼育マット、先ほど紹介した飼育マットなんですが、まあこの飼育マットをですね、まあ、天日干しした方がいいと、1週間ほどね、した方がいいということで、ググったら出てきたんで、
まあ、とりあえずね、天日干しね、して、置きたいと思います。とりあえずね、そこまでね、カット。はい、ということでね、皆さん、お待たせいたしました。卵はね、購入いたしましたので、4つ、卵を買いまして、今回はですね、実験として、クヌギ伝説ともう一つの昆虫マットで、どちらが育つかということを、まあ、検証ですね、をしていきたいと思います。それで卵4つ買ったので、2、2で分けたいと思います。はい。そしてですね、先ほど、この中に卵を2個入れたんですが、これクヌギ伝説ですね。まあ、色が茶色い。こうなってますね。茶色いですね。こちらをですね、さらに、追加でね、この、まあ、容器を買って、とりあえず卵から孵化するまで、これで買いたいと思います。うん、まあ、そっちの方がね、もしかしたら、卵から帰らずに、そのまま死んでしまう可能性が結構ありますので、まあ、その可能性を考慮しましてですね。卵ね。まあ、ちょっとわかりづらいかな。まあ、非常に多分、米粒ぐらいなんで、米粒よか、下手したら、小さいので、ちょっと、わかりづらいかもしれませんが、こちらの黄色い玉粒ですね。この先端にある黄色い玉粒。これが卵ですね。こちらと、もう一匹。こちらですね、クヌギ伝説に入れる方なんですが、なんかちょっと、もう一匹の方が、卵が、ちょっと細長くなってて、ちょっと怪しいんですが、ちょっと怪しいですね。なんかね、あれどこ行った？クヌギ伝説の方の卵がですね、ちょっと、非常に、ん？買った時からもすでに細長くて、なんか若干変形してて、たんで、まあ、まあいいや。とりあえずね、さっきの卵ね。まあ、下手したら、死ぬ可能性ありますからね。十分、可能性としては、考えられますか。ね。まあ、こちらに。クヌギ伝説の方と、もう一つの、二匹。よいしょ。こっちは、ダイソーの昆虫マットですね。明らかに黒いですね。はい。まあ、こちらにも2匹入ってるんで。ちょっとこのスプーンをちょっと洗っていきます。はいと。こっちの方の卵は、もうだいぶわかりやすいですね。ほら。白い。まあ、茶色いという。ちょっと黄色っぽい。やつですね。これと、もう一匹ね。あ。もう一匹の方も、ちょっとあんまりいじくると、あれなんで、まあ、あんまりいじくらない方がいいですね。あんまりいじくるとね、手でね、触れたりしてもね、あんまりダメらしいです。まあ、こちらを入れてですね、まあ、様子見ですね。ちょっと、どんな感じで育つかね。まあ、2匹ね。2匹2匹で。多分あと1週間ぐらいで、おそらく、どちらも成長、まあ、孵化するか死ぬかのどっちかですね。卵は帰らずに死ぬか、可能性もありますね。まあ、ということでね、随時、
報告していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。